おい、センター試験。お前、どうしちゃったんだよ。2019年のセンター 2B。 何にも話題になってないぞ。2018年のセンター試験はラジアンの定義を解いたり、あとは定積分と積分の関係を問う、いい問題が出たじゃないか。センター試験や。なんで今年はそういう問題出さなかったんだ。ただ量が多いだけだったぞ。センター試験や。センターってのはな、日本中の高校生が受験する一番受験者層の多いでっかい試験なんだよ。その試験の中でお前が社会的なインパクトを与える、そういう役割がお前あんじゃないのか。あんな問題たくさん出すだけでお前悔しいだろ。センター試験よ、お前は日本の大学入試を背負ってるんだよ。センター試験だけど俺お前の気持ちわかるよ。苦しいんだろ。1990年平成の幕開け、ほぼ同時に開始されてもうすぐ30年だよ。問題も出尽くしたよな。何やったってさ、焼き直しみたいに映っちゃうのか。そんな中でいい問題出せって言われてもな、難しいよな。俺お前の気持ちわかる。だからセンター試験、俺の動画の問題使ってみないか。センター試験、お前は新しい、全く今までにない人材が作る問題を欲してるんじゃないのか。センター試験よ、俺の YouTube チャンネルに新作問題いっぱいあるから、それ使ってさ、来年の優秀の美を飾ろうぜ。俺の問題自由に使って構わないから。センター試験よ、俺はお前に良くなってほしいと思ってる。だからしっかり考えて、いい問題、そして俺の YouTube チャンネルの問題使ってやってくれよ。返事はいらないから。